この番組では語り継ぎたいふるさと松山百話の先人をご紹介します。今回ご紹介するのはロシアの子どもたち800人を救った英雄勝田銀次郎です。勝田銀次郎は明治6年に松山市古東神町、現在の大街道1丁目に生まれました。松山中学校で学んだ同じ時期に、後に近代俳句で有名になる高浜虚子や川東碧梧桐もいました。松山中学校を卒業後、銀次郎は人生を左右する一人の人物と出会います。その人物とは東京英和学校、現在の青山学院の本田洋一校長でした。開拓のために北海道に向かう汽車の中で、本田から学問や外国語の大切さを説かれた銀次郎は進路を変更、海外に目を向けるようになりました。志を高く持ち、海運業の会社を設立。第一次世界大戦が始まると、三大船成金と呼ばれるまで会社を成長させていきます。銀次郎はお金を遊びや贅沢に使うのではなく、見返りを気にせずに学校や公共事業には大金を寄付するなど、困っている人を親身になって助けてくれる人でした。大正6年にロシア革命が起こります。当時ロシア国内は革命や内乱の影響で非常に危険な状況になっていました。子どもたちだけでも避難させようと、800人の子どもたちが首都サンクトペテルブルグから汽車に乗せられました。アメリカ赤十字社はロシアで難民のようになった800人の子どもたちを救おうと、船でヨーロッパの港に移動させ、国内が安定するのを待つ計画を立てます。しかし、利害関係が渦巻く世界情勢の中、計画を引き受ける国はありませんでした。そんな時、やらせていただこうと快く引き受けたのが銀次郎でした。銀次郎は完成したばかりの貨物船陽明丸を1000人以上が快適に生活できる船に大改造しました。大正9年、茅原元次を船長にウラジオストクから出発し、3ヶ月をかけ、およそ地球一周、フィンランドまで800人の子どもたちを送り届けることに見事に成功したのです。皆さんこんにちは。松山市教育委員会教育研修センター事務所の鵜久森です。松山市教育委員会では子どもたちに豊かな心や郷土愛、言葉の力を育むことを目的として、平成23年度からふるさと松山学の教材の作成をしています。その教材の一つに、読み物教材として、語り継ぎたいふるさと松山100話全7巻があります。この本は、松山ゆかりの先人のエピソードや、地域に残る歴史や伝統文化などを掲載しています。今回、学校教育の枠を超え、家庭や地域で、また全国の方々にも松山の良さをもっと知っていただきたいという思いから、期間本7巻を1冊にまとめ、ふるさと松山の良さを詰め込んだ新刊本広がれふるさと松山の心を平成30年10月に発刊しました。この本は松山市教育研修センターほか市の文化施設などで一般販売しています。販売場所は松山市教育研修センター事務所、電話 089-989-5144、 松山市教育委員会文化財課、電話 089-989-5144 089-948-6603。
松山市立四季記念博物館、電話 089-931-5566、 松山市立埋蔵文化財センター、電話 089-923-6363、 坂の上の雲ミュージアム、電話 089-915-2600、松山市役所市民相談課、電話 089-948-6447、 松山市立中央図書館、電話 089-943-8008 です。詳しくはお問い合わせください。